ハローこんにちは。愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演会山田和弘です。タクシードライバー、YouTuber! っていうのを付け加えていきたいと思います、今日から。タクシードライバー、YouTuber。なんか語呂悪いかなちょっとまた変えるかもしれないですけど、タクシードライバー、YouTuber。なんか、 いいかなと思って、つけていきたいと思います。イエーイせーの、いいね完璧に今日も優勝してます。完璧も今日も優勝してます。はい、よろしくお願いします。そう、タクシードライバー YouTuber ってことで、あ、タクシードライバーで、あれがついてまた YouTuber だからおかしいのか。タクシー運転手。 タクシー運転手 YouTuber にしようかな。タクシー運転手 YouTuber です。どうかなタクシー運転手 YouTuber にしようかな。タクシー運転手 YouTuber です。イエーイ <laughs> せーの、いいね。はい。そうですね。今日はタクシー運転手 YouTuber、今日から発信していくっていうことなので、えっ、ー、と、タクシーに、えー、対する思い。 仕事仕事、多分こう全部の仕事に当てはまるかなって思います。うんと、当てはまらないこの可能性あるのかな多分全部の仕事に当てはまるとして話していきたいと思います。はい。まず、うん。お金をいただ、仕事させていただいて、あの、お金をいただくので、まず、 最初に。会社が大好き。会社が大好きっていうのが大事だと思います。えっ、ー、と、会社が嫌いなのであれば、違う会社、好きな会社を探して、そこで働いた方がいいと思います。え、僕は今まで色々とお仕事転々としてきましたけど、基本、全部一応好きから入ってます。だけど、やっぱ嫌いになっちゃうのもあるかな。やっぱ人間関係でうまくいかなくなったりとか、うん。 人間関係でうまくな、あの、いかなくなって会社に、をやっぱ辞めたりする場面もありましたけど、基本的に会社自体は好きでしたね。うん。なんかやりがいを持ってやってました。うん。だけどなんか、あれだな。そんなこともないか。ここ最近ですね。前はやっぱ会社は好きでしたけど、仕事をする。労働をする。 こと自体は好きではなかったので、仕事中は、なるべくなんかゆっくり動いたりとかして、どうやったら時間早く経つのかなどうやったら時間経つの早くなんないかなそんなことばっかり考えてました。なので余計時間が経ちません。真剣に取り組んでないので。もう真逆ですよね。真剣に。 その仕事を取り組めば取り組むほど時間はあっという間に過ぎていく。そういう発想はなかったですね。なるべく手を抜いてぼーっとして時間、時計を見て、例えばコンビニで僕働いてる時あったんですけど、もうずーっと時計見てましたね。あー、時間経たないかなー。早く時間経たないかなーって。で、定時になったら上がるみたいな。うん。ずっとそういうスタイルが多かったですね。うん。 食べるためにしょうがなく働く。食べるためにしょうがなく働くですね。これ逆ですね。食べるために働く。ではなく、生きるために働いているのです、我々は。反対ですね。食べるために働く。生きるために 食べるために働く生きるために働いてるんですよ。そのほうがなんかパワーは出ません。生きるために働いてるんですよ。自分が成長するために働いてるんですよ。っていう考え方になんか最近は変わってきたっていうか変わりましたね、うん。とにかく仕事は一生懸命目の前の与えられた仕事を一生懸命やるっていうことが大切なのかなって思ってます。うん それが一番大事。そして、えー、なんか、うん。僕はもうこの話は今後1万回、100万回って話していくと思います。1分間記憶法の話。これ定期的に YouTube で上げてますけど、この話僕本当大好きで。この中に書かれていることは、うん、今から3ついますね。3つ。すごいっすよ。 一つ目。自分は記憶がめっちゃいいって思ってください。すごくないですかそんな概念ありましたなんかテクニック教えてくれるんじゃないんかーいって。そんなのはテクニックの前に、まず自分は記憶がめっちゃいいって思ってくださいって書いたんですよ。わーすごいなーって。うん。二つ目。 青いうん。で3つ目にテクニックが書いてあります。なのでとにかくまずな何かを始める時は自分はこの本でしたら記憶力がいいって思うことが大事まず思う。仕事だったら僕タクシー運転手なので俺はすごく。 仕事ができる稼げる運転手だってまず勝手に思うところから始めるんですよねすごいっすよねこの考え方なかったですよねえー、っと出勤して、えー、ノルマを稼ぐノルマを稼ぐんですけどもうちの会社ですと1万8,000円まあまあ2万円にしましょうか分かりやすくね 二万円一日稼いでくださいって。あ、昼間の勤務の場合。まあ、わかりやすく、えっ、ー、と、二十四時間、だいたい二十四時間働いてる人は倍のだいたい四万円ぐらい。昼間なのでだいたい二万円ぐらい。ざっくりですよ。会社によって違うと思うんですけど。うん。心配になっちゃう。ゼロからのスタートなので、あ、今日売り上げできんのかなできないのかなできるのかなできないのかなで。 気分が下がって働くよりも今日できる。俺はできる。素晴らしい運転してた。できるって思いながら働いた方がいいですよね。最初からできないできないって思ってたらうん心が下がっていってしまう。テンションが下がっていってしまうので、まずできるって思う。うん、自分は記憶力がいいって思う。うん。自分は売り上げが上げられるって思って仕事する。 そういうことなんだなって思ってすべてに通じることだと思います。うん。例えばコンビニで働くでも、えー、私は、えー、素晴らしい接客をお客様にします。お客様が途切れたら品出しバンバンやりたいと思いますみたいな。ガソリンスタンドの、えー、店員さんだったら、えー、素早く給油して窓を素早く拭いて感じよく接客しますみたいな。 私はそれができる人ですって思って、えー、仕事をしていけば必ずそういうふうになります、うん、まず思うことが大事だなってそのあとにテクニックテクニックが先じゃないですテクニックが先じゃないまず思う自分はできる素晴らしいタクシー運転手だって思う今日も一日ノルマ以上はやる ノルマ僕,は僕はノルマ4万ってやってるんですけどもなかなか4万までは届かないんですけど3万ちょっと4万近くまではなんとかできるようになってきましたノルマの1.5倍ぐらいは、うん、心が先に今日は絶対できるぞって思えば絶対できます、はい、諦めないから粘るからダメって思ったらもうもういっか昼寝するか今日はもう会社に帰って早めに家に帰ってなんかいっぱいやるか ってでも心は先だともうちょっとやろうもうちょっとやろうできるできる、うん、そういう考えで僕は仕事してますねだからまず心自分はできるんだよって思うことが大事なのでありますうんそう本当にそうだけど、うん、例えば僕はタクシー運転手なので、えー、眠くなったら事故ったりもしてしまうのでそういう時は えーっと休憩はしっかりとるようにしてますできるできると思って事故ってしまってはよくないのでうん必ず休憩寝不足にならないようにしてます,ます体調管理も超大事はい、えー、仕事の話えータクシー、えー、タクシードライバータクシータクシー運転手 YouTuber としてはまず 自分は日本一の運転手って勝手に思う。売り上げもできる。ノルマの場合はやるって勝手に思う。日本一の接客ができる。これもできますね。日本一の売り上げってなってくると運の要素が発生してしまうんですけども、日本一の接客、これ自分で決めていいですね。僕は日本一の接客やってると思ってます。それは自分が採点していいので、日本一の接客やってるよぞ。 でや,やれてるぞって頭下げてるかな感じよくしゃべれてるかな、うん、声は高くえー、っとトーンは高くなんていうのおはようございますよりもおはようございますいらっしゃいませみたいなこんにちはみたいなよろしくお願いしますってよろしくお願いしますよろしくお願いしますよりね感じよくよい心がけてます頭を深々と下げてお金のところにおかお金タクシーの,このお金を置くとこあるんですよね後ろにうん そこに頭がくっつくかくっつかないかぐらいまで頭下げたりとかとにかく感じよく自分ができることはやる感じよくサービスする、うん、僕もたまにタクシーに乗るんですけどやっぱ怖い人いるからね、うん、同じ同業種として悲しくなってしまいますね返事がないとか、うん、まあしょうがないけど、まあ、まあ自分が変われば周りも変わっていくと思うので タクシー業界未来は明るいですはいこれからも頑張りますまず心が先自分で思う思ったら叶うそう思ったらそうテクニックじゃない心が先必ず心はいそれでは今日の名言いきまーすはい人間は全ての可能性を自分のうちに備えている レフ・トトルストイ人間は全ての可能性を自分のうちに備えている、うん、これは、えー、っと根拠のない自信を持っている人って痛いやつって思ったりしますなんかうん心がざわざわしちゃいます根拠のない自信を持っている人ってなんかディスったり悪口言いたくなっちゃう時がやっぱりありました なんでこの人自信めっちゃあるのかなみたいな。痛いやつだなみたいな。そんなことはもう全然関係なくて、根拠のない自信があるってことは、チャレンジできる人です。根拠のない自信がない人はチャレンジできない。自信、なんていうの積み重ねて積み重ねて、できるかなできないかなまだまだ積み重ねて積み重ねて、これならできるかな わかんない。そうやって死んでいくんですよ、人は。関係ないです。根拠のない自信があるからチャレンジする。失敗しても絶対学べますから。行動したから学べるんです。絶対にそう。俺は根拠のない自信を持って、さっきのこの1分間記方法でもそうだけど、勝手に記憶力はいいって思っていい。勝手に僕は日本一の運転手だって思っていい。うん。勝手に僕は、えー、 世界一のタクシー運転手 YouTuber だって思っていいんですよ思うからだん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 その高みに登っていくわけであっていきなりはできないのは分かってんですよだけど自信を持って進めば必ず叶いますうん絶対そうですよ根拠のない自信を持ってチャレンジ行動するこう行動するですよ行動する必ず行動する 頭の中で考えるだけでも立派ですよ。考えるだけでも立派ですけど、行動した方がもっと立派ですから。ね。うん。でもこれ、厳しい,言い方になっちゃうと、考えてるだけで行動しなければ、考えてないのも一緒。これ厳しい,言い方か。うん。まあ、考えるだけでも立派ですね。考えて行動する。考えるだけでも立派。何も考えないのはちょっと寂しい人生かもしれないな。 今年をやろう。俺たちはやれる。世の中は俺たちが動き、動く、活動する。もうみんな待ってんだから。待ってんだから。だからやろう。そしたらみんな、世の中の人は拍手で迎え入れてくれる。絶対。世の中の人たちは俺たちの活躍を待ってるよ。頑張ろうぜ。頑張ろう。やろう。俺は絶対やれる。ね。人間は、 すべての可能性を自分のうちに備えているレフ・トルストイ。この人、ロシアの作家、作家哲学者ですね。えっ、ー、と、何ったかな。有名なのは、戦争と平和っていう、えー、本を、えー、出しています。はい、ロシアの貴族とその平民、いろんな、うん、た戦争のこと書いてあります。はい。素晴らしい。 根拠のない地震根拠のない地震はい行動行動ちょっと熱が入りましたやりましょうチャンネル登録高評価ボタンコメントよろしくお願いしまーすタクシー運転手 YouTuber タクシー運転手 YouTuber <laughs> ちょっと自分でも笑っちゃうんですけどちょっとまだしっくりきてないのでタクシー運転手の皆さん頑張りましょう多分 多分、絶対もう全部の職業に当てはまると思います。当てはめてみて、自分で。ね。終わります。イエーイせーの。いいね根拠のない自信。根拠のない自信。行動。行動。行動。チャレンジ。失礼しまーす。